日本の競争は、主な勝倉は、2019年のフィリーズレビュー。場名の意味は、曲名より、チャンピオンになってほしい願いを込めて。立党、笹田和秀旧社に入球し、2018年10月20日、東京競馬場、芝1600メートルの新馬戦で、竹豊を背にデビューし、1着の谷のミッションから0.4秒差の三着。続く未勝利戦は3着。 4着、3着と、勝ちきれなかったものの、2019年2月3日、京都競馬場の芝1600メートルの未勝利戦で、ようやく初勝利を挙げる。3月10日の阪神競馬場での大歌唱、トライアル、フィリーズレビューでは、堺流星に乗り換わり、単勝オッズ46.3倍の12番人気に、甘んじるも、最後の直線で和軍から最も内側から抜け出して、 プールビルトの追い比べを続けて入選し、写真判定の結果、一着同着での重傷発生覇、未勝利戦と続けて連勝となり、大賀賞の優先出走権を獲得した。優先出走権を得て出走した大賀賞では、一着のグランアレグリアに1.5秒、離されて11着。続いて、優順品馬でも、一着のラブズ・オン・リー・ユーに3.9秒。 離され18着に終わる。秋は短距離路線に進み、初戦のスプリンターズステークスは8着、スワンステークスでは14着に終わるが、阪神カップではフィリーズレビュー以来の掲示板入りとなる5着に入る。この年は7戦中6戦で2桁着順と制裁を書いた。8月23日の NST 賞では初のダート戦も経験した。3月に新規開業をした。 杉山義明旧社に、手むまやした。以下の内容は、netkeiba.com、やびすサーチの情報に基づく。ありがとうございます。